ボンドチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ボンドチャンネル初登場のボンド大阪岡です。今回はこちら見ていただいたら分かるように、ジュネーブモーターショーに来ております。で、私たちボンドグループでも扱っているメーカーだったりとか、各チューナー系が新作をお披露目しているんですけど、今回も毎年チェックしに来てるんですけど、今回も視察に行きまして、各メーカーのお車を紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらマンソリーのブースからロールスロイスのカリナンでございます。見ていただいたら分かるようなマットブラックのボディで仕上げておりまして、ツートンでマットシルバーの仕上げになっております。そしてこちらのフロントバンパーも一式交換されているんですけど、こちらのマンソリー得意なコラージュカーボンですね、こちらをベースに使っておりまして、マットブラックとシルバーで塗り分けの方をしております。で、ここに最近マンソリーでよく見かけるデイライト、はい、こちらも綺麗に埋め込まれております。はい、では、こちら先ほどのフロントバンパーの方からこちら見ていただいたら分かるようにワイドボディになっております。で、ここにフェンダーのエクステンションですね、こちらが装着されておりまして、なおかつここのフロントフェンダー自体も交換されております。で、ここにマンソリーのロゴも入ってまして、ここもコラージュカーボン残しております。で、ここにロールスロイスお得意のストライプ入ってます。で、入ってるんですけど、ビリオネアって書いてます。多分お金持ちって意味でしょうね。はい、で、こちらからここの下まで行って、ここもコラージュカーボンを残しております。で、皆さん気になるでしょう、このホイール、V6 ストライキングの方の、こちら見ていただいたら分かるように、カメラさん寄れます、寄れます、こちらですね、フォージドって書いております。言ったら単造ですね、普通の鋳造モデルよりちょっと高価な単造モデルになるんですけど、こちらが24インチ、カリナン用で設定されてまして、10サイズ295-30-24、なかなかこのサイズ設定ないタイヤですので、マンソリーといえばベルデッセインの方のタイヤ装着されております。で、こちら見ていただいたらブレーキキャリパーですね、こちらもペイントされておりまして、ボディカラーに合わせて、ホイールもマットブラックでリムマットシルバーで、ブレーキキャリパーもマットブラックでマットシルバーのマンソリーのロゴになっております。はい、で、こちらの反対側に来たんですが、こちらの皆さん見慣れないと思うんですが、今回ジュネーブモーターショーでマンソリー3つのデザイン新作ホイールを出してます。そのうちの1つのこちら、M23 フォージドホイールマルチスポークのモデルになるんですけど、こちら見ていただいたらマンソリーフォージドエディションって書いてます。サイズ的にはもうカリナン専用サイズになるんですけど、今後ちょっとカリナンオーナーは結構いいんじゃないかなって思うデザインですね。はい、ではこちら先ほどの、フロントフェンダーからつながってきまして、こちらサイドスカートの方も変わっております。で、おそらくこちらの、ドアパネも、装着されておりますので、で、ここですね、ここも同じくコラージュカーボン残しております。なんでここはここで塗り分けしてますね。はい、なんでここは別パーツじゃなくて、もともとあるのをこうマスキングで綺麗に塗り分けしているような感じになります。で、ここからサイドスカート結構立体的なデザインになっておりまして、ここにちょろっとマンソリーのロゴも入ってたりします。で、こちらフロントと同じくリアもオーバーフェンダーになっておりまして、で、フェンダーエクステンションですね、こちらの方ドアパネの方とフェンダーの方と装着されておりまして、で、リアタイヤですね、リアの方は295-30-24、先ほどと同じく V6 ストライキングの方装着されております。はい、で、最後リア周りになるんですけど、まずルーフスポイラーですね、純正のトランクスポイラーの上に装着されるようなデザインになってまして、こちらもコラージュカーボンで装着されております。で、ここ見ていただいたらすごいんですけど、なんとこれツートンペイントですね、なんで段差が一切ありません。
これもあのボンドボディに匹敵するような、はい、技術じゃないかなと思います。でこちら、これは名前だこれ、トランクスポイラーでいいんですかね。トランクスポイラーの方も一応、コラージュカーボンの方で、はい、装着されておりまして、さっきここですね、リアバンパーの方もマンスリーになっております。で、まあ、下回りをコラージュカーボン、はい、こちらのディフューザーも残しておりまして、マフラーカッターを同じくマットシルバーでまとめております。まあ、噂によると、もう日本から結構な台数オーダー入ってるらしいので、まあ日本で見られる日は近いんじゃないかなと思います。それでは次の車行ってみましょう。それでは2台目、こちらの新型コンチネンタル GT の方を紹介させていただきます。まあ、まず皆さん見てドーンと分かると思うんですが、こちらまずボンネットマンスリー製に変わっております。でこれ見ていただいたら、まあボディ色と似たこう水色コラージュカーボンの中に散りばめておりまして、ちょっと今までのコラージュカーボンとはまた少し違う仕上がりになっております。さすがマンソリーですね。でこちらのフロントグリルも、まあ、ロールスロイスとかのような高級感な縦フィンのグリルになっておりまして、しっかりフロントカメラを装着されております。で続いてこちらフロントバンパーですね。フロントバンパーもマンソリーで、こちらのまあリップ形状の部分を、コラージュカーボンで、先ほどと同じくこう水色のこれチップっていうんですかね、そのあたりをちょっと間に配したりしております。で、まあ、こちらにまたデイライトも埋め込んでおりまして、まあ、皆さんちょっと気になるであろうレーダーセーフティーの方もちゃんと移植できるようになっております。でこちらここもコラージュカーボンで、なんていうんですかね、エクステンションですかね、はい、こちらの方もついております。でなんとこちらのフロントフェンダーも変わっております。でこちらこう寄ってきていただくと分かるように、ここですね、ここ結構ガバッとフェンダーの方、はい、フィンが入っておりまして、まあこちらにもカーボンのまあ、オプションパーツになりますね。こちらの方も装着されております。でドアミラーももちろん、はい、マンソリーの先ほどと同じくコラージュカーボンの方装着されておりまして、でじゃあちょっとここでホイールの方見ていきましょうか。でこちらのホイール、先ほどお伝えした、まあ、今回発表された新しい新作3つのデザインのうちのもう1つなんですけど、こちらが BY5 という、デザインになりまして、でこちらも先ほどと同じくフォージド製になっております。でまあ、こちらのホイール今後キャスト製が出てくるというお話をマンスリーの社長から伺いましたので、今後ちょっと要注目かなと思います。で同じようにブレーキキャリパーこちらボディ同色でペイントしており、マンスリーロゴを配しております。でこちらのサイドスカートですね、こちらサイドスカートの方も同じくコラージュカーボンで仕上げられています。でこちらの方も先ほどのカリダンと同じ塗り分けの方で綺麗にここのカーボン中を残しております。やっぱ芸細かいですね。でここにもちっちゃくマンソリーってロゴも入っております。はい、でこちらのリア周りに来まして、まずこちらのトランクスポイラーですね、こちらも同じくコラージュカーボンの方で仕上げられておりまして、まあちょっとこうアクセントみたいな感じになってますので、まあ、ここだけ装着してもシンプルかなとは思いますね。はい、でこちらがギアバンパー、ここもごっそりマンソリー製に変わっておりまして、サイドにダクトの方入っております。でここもカーボンを残すような塗り分けを施しまして、リアの方ですね、リアディフューザーの方をこちらコラージュカーボンで仕上げておりまして、ここですね、マフラーエンドはマットブラックで、いつもと同じくここにマンソリーのロゴも入っておりますので、まあ、ちょっと新型コンチ GT 正直あんまり見たことないんですけど、まあ、結構そんなにフルバンパータイプなんですけど、そんなにいかつくなく結構日本でも売れそうかなと思います。では次の車行ってみましょう。ではこちら、3台目ですね、はい、日本でも人気の新型 G63 でございます。でこちらの、まあ、マンソリーと、まあ、有名なファッションブランドであります
フィリップフレイム、こちらロゴあると思うんですけど、こちらとのコラボコンプリートカーモデルになりまして、世界限定20台のうちの1台です。でまあこちらもワイドボディキットフルで組んでるんですけど、一応まあこちらが市販される場合は若干デザインが変わった状態で出てくるとのことです。それでは早速見ていきましょう。まずはこちらボンネットですね。ボンネットの方も中央に大きなダクトを配して、左右にこのように3連ダクトが入っております。でまあルーフの方ですね、ルーフの方にも最近まあマンスリーとかブラバスとかでも人気のルーフにこう LED 入れ込んだスポイラー形状の形になっております。でこちらフロントグリルは、フロントグリルからこのヘッドライトのベゼルまで一体式になっておりまして、まあちょっとこれ単品で多分装着は厳しいんじゃないかなと思うんですけど、まあ結構まとまりがあってかっこいいデザインかなと思います。でこちらフロントバンパー、はい、こちらもこのようにカーボンの方マットで仕上げてちょっと残した感じのデザインになっております。でまあここにデイライトが2連装着されておりまして、まあさっきついてる状態も見たんですけど、結構悪そうでかっこいいかなと思います。はい、では次こちらですね。こちらまあフロントバンパーのラインに合わせまして、こちらオーバーフェンダーの方になっております。でちょっとこれ寄って見ていただきたいのがこちらです。こちらおそらく塗装だと思うんですけど、ちゃんとデザインがつながってるような感じになってまして、ここもまあやっぱりこういうところの芸の細かさはさすがマンソリーかなと思います。はい、でまあここのフロントフェンダーですね、こちらの方も変わっておりまして、ここにダクトもあります。でまあこちらをカーボンちょっと残して塗り分けの方をしているような感じになりますね。で皆さん気になるであろうこちらのホイールです。こちらもまあ今回マンソリーがジュネーブモーターショーで発表したニューデザイン3つのうちの最後の紹介のホイールになるんですけど、まあ、Y から始まってヤビンって書くんですけど、一応こちら読み方でジャビンホイール、はい、こちら今回24インチの方の設定になっておりまして、でこちらもボディに合わせた迷彩ですね、こちらの方でインナーまで綺麗に塗り分けされております。やっぱりこういうところすごいなと思いますね。ちょっとインナーを塗るっていう発想はあんまりなかったので、ここにも柄が入ってたりしますね。はい、でまあキャリパーもマンソリーのロゴの方を入れておりまして、まあここのレッドに合わせてリムの方もレッドでペイントされております。でまあタイヤも先ほどと同じくウェルゼ製品を使っております。でこちらフロントフェンダーからつながってきたここにもオーバーフェンダーでダクトの方がついております。まあここも同じくカーボン面残しておりますので、まあもともと単体すべてカーボンで仕上げられてますので、まあ全部カーボン残しでもいいし、こんな感じで残してあげてもいいかなと思いますね。はい、で続いてドアパネルなんですけど、こちらオーバーフェンダーに合わせてもここ全体がこうワイドボディになってまして、ここの通常出っ張ってるドアノブが中に入っちゃってます。ちょっとこの考えは正直なかったかなと思いますね。残念、鍵閉まってます、はい、でここのリアの方も同じくドアパネルの方ついておりまして、ここの下のパネルもついております。ですのでちょっと見慣れてる人は驚くと思うんですけど、こちらサイドステップがすっごい中に入り込んじゃってます。これどうやって乗るんだって感じですけど、まあ皆さん踏まないと思うんで、はい、こちらこのように中に入っちゃってまして、で、あ、でこちらですね、そんな時に助かる電動ステップですね、はい、こちらドア開けるとウィンって出てきて乗り降りしやすい感じになってます。こういう配慮もさすがマンソリーってところですね、はい、で、こちらマフラーですね、マフラーの方もじゃあマンソリーのオリジナルになっております。
はい、じゃあ次リア周りですけど、まあこちら急行見ていただいたら、まあフロントと同じくリアもオーバーフェンダーホワイトボディーで、まあこのリアのフェンダーのところもオーバーフェンダーになっておりまして、まあこのようにダクト類はまた追加のカーボンでかっこよく仕上がっております。で後ろですね、こちら背面タイヤカバーも先ほどのフィリッププレーンのロゴがでっかく入っております。まあコンプリートカーならではですね。でルーフスポイラーも装着されておりまして、まあちょっとアクセントになるようなデザインになっております。はい、でこちらのリアバンパーですね、まあリアバンパーもフロントバンパーとちょっと似たようなデザインで、左右にダクトが配してあって、ここにカーボンのフィンがついているような感じになります。まあこちらコンプリートカーということで、まあ、世界限定20台なんですけど、まあ、市販化されるってことなので、まあ、どういう形で市販化されるのかちょっと楽しみですね。はい、では次の車行ってみましょう。はい、じゃあ次4台目、まあ今回こちらも発表されたばかりのウルスのフルマンソリーになるんですけど、まあ、見てもらったら分かるように、まあ、ボンネットからフロントバンパーから全体変わっております。でちょっとこれすいません、僕初めて見たんですけど、新しいカーボンなんですよね。こちらの方結構三角形を基調にしたようなデザインで、まあ止まっててもスピード感のあるかっこいいデザインかなと思います。でも、まあ、もちろんレーダーセーフティー、フロントカメラも装着できるようになっておりますので、はい。で、まあ、今回マンソリー非常に多いのこちらのワイドボディですね。こちらもフロントフェンダーのフェンダーツからもここのフェンダーから全て変わっておりまして、はい。でこちらのホイールですね、ホイールも先ほどのゲレンデと同じ、ジャビンホイール24インチの方で、まあ、先ほどと違ってこちらのポリッシュにスモーク吹いてるような仕上がりですかね。結構角度によってはギラギラするようなかっこいいデザインで、まあ、こちらもフォージドモデルになります。で、いろんな箇所にオレンジのストライプ入ってますので、ここのリムにもオレンジのストライプ入っております。はい、でここのカーボンドアミラーカバーですね、こちらも同じく三角形のカーボンで綺麗に入っておりまして、でこちらサイドスカートですね、サイドスカートの方も下のところにこのように装着するようなデザインになっております。はい、で今ですねちょっと驚きなんですけど、リアウィングつけてます。今つけてます。このような結構 GT ウィングっぽいレーシーなデザインで、ちょっと完成が楽しみなんですけど、他の箇所紹介しましょう。はい、こちらフロントと同じくリアもオーバーフェンダーになっております。でルーフスポイラーですね、ルーフのスポイラーの方も結構ウルスならではというか直線的なデザインで結構いかつい仕上がりになっております。はい、そしてリアはリアバンパーなんで、この辺りサイドのダクトとかも綺麗に入っておりまして、なんとマフラーは3本出しです。センターボールすごい真剣につけてますので、ちょっとあんま邪魔できないですけど、はい、ちょっと隙間から見えます、マフラーですね。こちら寄れますか、ね、ちょっと初めて見ましたけど、 Is this the back window on this car is well enough? Yeah. あちらですね、センター3本出しって正直LFA 以外で初めて見たんですけど、あのようなデザインもこう三角形の三角形ダイヤモンドみたいな形ですね。こちらなかなかいかつい感じになっております。多分もう少しでウイングが装着できると思いますが、こちらも、まあ、基本今回マンスリーコンプリートカーがメインらしいので、まあ、ちょっと市販化されるかがまだ微妙なんですけど、まあ、ちょっと出てきた時は皆さん選択肢に加えてもらえればと思います。では次行ってみましょう。はい、じゃあ、マンスリーブース、ちょっと時間の都合で最後の1台紹介させていただくんですけど、こちら、まあ
ボンドグループでもおなじみの S クーペなんですけど、まあベースが S63 のクーペの後期のカブリオレになります。でまあこちらもあのマンスリーで仕上げられてるんですけど、まあ驚くのがこのボディカラーですね。まあメタリック入ったターコイズグリーン、まあオールペンされてます。でとまあでかいダクトがちょっと目立つ、まずボンネットの方ですね。ボンネットの方変わってまして、でフロントバンパーもこうフルで変わっております。さらにこのようなダクトのフィンが入っておりまして、まあここも先ほどと同じくコラージュカーボンで仕上げられております。でフロントリップの方もコラージュカーボンで合わせて装着されておりまして、と真ん中のレーダーセーフティーとかですね、あそこはあのマンソリーロゴの M マークに変わっております。はい、でこちらこのバンパーサイドを見ていただいたら分かるようにエクステンションついておりまして、なんとワイドボディになっております。でこちらワイドボディに合わせた M80、 こちらのマンソリーの、まあベンツでは結構おなじみなホイールになってるんですけど、今回のインチも、まあ、手間の22インチで、オーバーフェンダーで結構いい感じの面で仕上げになっております。でまあこのホイールの天面のところもですね、ちょっとクリアのグリーンを吹いておりまして、ボディカラーとか全体の雰囲気に合わせております。もちろんキャリパーも忘れずターボイズグリーンの方にペイントされております。で、まあ、こちらですね、フロントのオーバーフェンダーのこちらもコラージュカーボンでフィンの方装着されておりまして、同じくドアミラーカバーもマンスリー製に変わっております。で続いてこちらですね、サイドスカートで、サイドスカートはこちら塗り分けの方で、このここにちょっとくぼみがあるんですけど、ここを基調にして塗り分けており、コラージュカーボンを配しているような感じになります。やっぱ仕上がりがすごい綺麗ですね。で、まあ、こちらもワイドボディ用のサイドスカートになっておりまして、ここからリアのクォーターのところですね、こちらもオーバーフェンダーの方になっております。S クーペあまり日本でここまでがっつりいじる人いないんですけど、もう正直原車すごいかっこいいんでおすすめです。でこちらリア周りですね、リアの方もオーバーフェンダー対応のリアバンパーになっておりますので、綺麗にラインにつながっております。でここですね、カブリオレならではなんですけど、こちらの方もまあ、ちょっとここのパーツ名前なんていうか分かんないんですけど、ここもコラージュカーボンの方で仕上げられておりまして、なんとブルメスター、もともとここシルバーなんですけどブラックにペイントされております。毛が細かいですね。で、まあ、ちょっとカブリオレならではなんですけど、まあ、内装もマンソリー全て張り替えておりまして、まあパネル類も全部加工しております。やっぱりコンプリートカーといえばやっぱ中もしっかりされてるイメージがすごいありますね。まあまあまあ見てみてください。でこちらトランクスポイラーですね、まあ、こちら結構日本で装着されている方も多いかなと思うんですけど、まあ、こちらも同じくコラージュカーボン で最後こちらリアバンパーですね、フロントバンパーと同じく左右にフィンでダクトの方装着されておりまして、まあ、リアディフューザーですね、こちらも全部コラージュカーボンで仕上げられておりまして、マフラーカッターもしっかりブラックで統一してすごいかっこいい1台になっております。はい、というわけで今回まずマンソリーブース紹介させていただいたんですが、まあ紹介しきれなかった車もすごいいっぱいあるんですけど、今回トータルで12台で、まあ毎年フルカーボンとかで、まとめてるイメージがあるんですけど、まあちらっと見ていただいた通り、まあターコイズグリーンもあれば、パープルもありますし、まあブルーもあればイエローもあり、まあちょっとすごいマンソリーにしたカラフルな感じで作っているような印象でした。まあ、あとはワイドボディですね、ワイドボディで内装までやったコンプリートカーというのがやっぱ結構世界的に主流みたいでして、まあ、中までやって世界限定何台、やっぱりそういうプレミア感が今後富裕層の中でも流行ってくるんじゃないかなと思います。あと先ほど聞いたんですけど、まあギリギリまでかかったみたいで、搬入日の朝5時まで作業していたようです。まあそういうところは世界的に見ても、まあ
ボンドグループもそうなんですけど、どこでも同じような感じなのかなと思います。まあでもギリギリまでかかった甲斐あって、すごいかっこいい車がいっぱいありましたので、まあ、またブログなどでも紹介していきますので見てみてください。では次のブースに行ってみましょう。続きましてこちらスターテックのブースにやってまいりました。今回スターテックは3台、出展しておりまして、まずこちらアストンマーチンの新型のバンテージ、でこちらセントレの新型コンチネンタル GT と、一番奥がレンジローバースポーツの、マイナーチェンジモデルとなっております。で今回この中からこちらのコンチネンタル GT を紹介させていただければと思います。まずこちらフロントバンパーですね。こちらはもうバンパーごと一体で変わっておりまして、まあ、ベースがカーボンでなっておりまして、まあ、綺麗にボディ同色使うところとカーボン状残すところと、はい、塗り分けの方をしております。で一応あのフロントグリルだったり、ここのスライドベゼルだったり、この辺りメッキパーツは全てグロスブラックでブラックアウトしております。でこちらですね、こちらスターテックの、モノスター M の方になりまして、インチが前後とも22インチ、フロントはタイヤサイズが一応275/35/22となっております。はい、では続きましてこちらのミラーカバーですね、こちらの方も、スターテックの商品となっております。まあ、同じように、カーボン面がすごい綺麗な仕上がりになっておりまして、で、ウィンドウモールですね、ウィンドウモールであったりここの、サイドシルク、この辺りもグロスブラックのペイントで仕上げられております。一応サイドスカートは、伺ったところ純正をそのまま使っているとのことでした。でこちらリアも同じくモノスター M の方でして、タイヤサイズが一応315/30/22となっております。はい、じゃあこちらのリア周りに移りまして、こちらまずトランクスポイラーですね、こちらの方もカーボンの方でスタッテーク製で仕上げられておりまして、真ん中のところにしっかりロゴの方も入っております。ここにスターテックって入ってますね。はい、でこのフロントと同じようにエンブレムもグロスブラックでペイントしておりまして、一番下ですね、リアバンパーの方です。こちらもスターテック製で、センターのディフューザーのところがカーボンでして、こちら真ん中の方に、LED の、最近流行りの、マーカーを装着しておりまして、配線加工によってはこうブレーキ連動だったりオンオフだったり、そのあたりはできると思います。はい、でこのマフラーカッターも実はこれ純正でして、スターテックはここまでになっております。なんでこちらの純正にセラミックのマットブラックのペイントを施しているとのことでした。なかなかコンチ GT マンソリーもかっこいいですね、かっこよかったですけど、スターテックも捨てがたいですね。はい、では次のブース行ってみましょう。続きましてブラバスのブースに来ております。まあ、先ほどのスターテックつながりで今回ブラバスの方を紹介させていただければと思うんですけど、やっぱりこちらの新型 G6 さんのワイドスターブラバス800になります。まあ、名前の通り800馬力出ておりまして、一応タービン純正タービンを加工したりコンピューターマップ書き換えなので800馬力を出しているような形になります。そして、まあ、外装から紹介していきますと、まずこちらですね、ブラバスで、ワイドスターといえばオーバーフェンダーの方もそうなんですけど、ボンネットの方ですね、ボンネットの方もこちらカーボンのアドオンパーツを付いておりまして、エアインテークも装備されているような感じになります。そしてルーフの方ですね、こちらも、ブラバスでゲレンデといえば結構定番の LED のデイライトが装着されたものになりまして、今回カーボン仕上げになっております。で続いてこちらですね、こちらの方フロントバンパーの方がブラバス、ワイドスター用になっておりまして、ここですね、真ん中のところだけちょっとガンメタの方で塗り分けの方をしておりまして、情報によると今後、ノーマルバンパー用も出す予定だということですので、そちらも期待大ですね。はい、で続いてこちらです、ワイドスターといえばこちらのオーバーフェンダーですね、オーバーフェンダーの方装着されておりまして、こちらにエアのダクトの方が入っております。でホイールの方、こちらモノブロック Y の方になりますの、ここですね、プラチナムエディション、23インチの方になりまして、
まあワイドスター用っていうわけではないんですけど、通常モデルでワイドスター専用のスペーサーの方を装着して取り付けの方になっております。で、今回タイヤの横浜のアドバンスポーツの V105 の方を使用しております。で、タイヤサイズがこちら305-35-23の方を使用しております。で、ブレーキキャリパーもゴールドにペイントしてブラバスロゴの方入っております。はい。で、続いてこちらですね。こちら、ここもブラバスといえば定番 の、 アドオンパーツでサイドのステップの方を LED で照らすような形になっております。こちらですね。で、サイドステップをメッキの部分、これはペイントなのかな、ペイントの方で、まあ、メタリック入ってるのでオプシディアンブラックにペイントしていると思われます。はい、すいません。で、続いてこちらですね。ブラバスのバルブ付きのエキゾーストになります。こちらの昨日ブラバス担当の方に伺ったことところ、純正のバルブシステムをそのまま使用しますので、まあ、言ったら中についているスポーツエキゾーストのボタンでバルブ切り替えができるとのことです。で、こちらのブラック仕上げなんですが、今後商品としてブラックと、まあ、いつものメッキのテールと2つ種類を出してくるということです。はい。で、続いてこちらですね。リアの方もオーバーフェンダーになっておりまして、まあ、先ほどと同じくモノブロック Y の方で、はい、リアも装着しております。で、続いてこちらですね。ルーフの、ルーフスポイラーの方になるんですけど、一応新型 G6 さんになりまして、こちらのようなちょっと尖ったタイプのデザインで、まあ、前の G6 さんの時と比べてだいぶここが鋭角になったなっていう感じ。真ん中の方立ち上がっているようなちょっと変わったデザインになっているんですけど、結構スポーティーでかっこいいですね。で、こちらそのまま来ていただくと、まず背面タイヤカバーですね。こちらもブラバスロゴ入りのカーボンのものになっております。で、下のところですね、リアバンパーもごっそりブラバスの商品に変わっておりまして、まあ、こちらもここ見ていただくと分かるように一応ワイドスター専用のデザインになっております。まあ、でもこのリアバンパーも今後ノーマルフェンダー用ですね、こちらも一応出すのを計画しているということですので、まあ、そっちの方がちょっと日本では馴染みが深いかなと思います。はい、なかなか強烈な車ですけど、まあ、ちょっともしかしたらワイドスター日本でも見れるかもしれないので、ちょっと期待大ですね。はい。